今日はオンライントーク会をはいしてきまして、おととい金曜日だったけど、金曜日はゴーの部だったんですけど、今日は午前の部で、はい、おはようございますとたくさんの方に言いました。マスクも上がってる。こんばんは、ありがとうございました。あと15分で13期王で締め切りなの。受けなくていいか。そうだね、今回はちょっと見送ろうと思います。はい。今回はちょっと見送ろうかなと思います。来年ギリ応募できるぐらいになるかもしれないですけど、もしあるなら。はい、25までだもんね。まだいけるもんね、25までなら。来年まだ14期があれば14期あればまだギリいけるということで。アネメロはもう無理ですよ、年齢制限か。おしりんももうダメですね、終了です。はい、まあこれでもう書類審査を通過したのでね。これでもう書類審査通過したので、私も、はい、まあ何があるかわからないですよ。確か25までだよね。おしんさんはもう十分に立派に、はい、なられているので、はい、おしんさんもし年齢制限が OK だったとしても、多分おしんさんは、ね、絶対もうやりきったって言うと思うんで、はい、ね。まあ、でも正直全然いってきますけどね、おしりんさんだったらね。そう、なんかすごかったですもん、制服の目もね。ちょっと私も体力をね維持でき、まあ維持できるっていうか、それはまあ10代の頃よりは、そうおしりんさんの体力がすごいってことね。そう、力がすごいと思う、パワーがある、パワータイプです。はい、競馬の馬で言ったらパワー型ですね。はい、そうだからちょっとそうね、私がねもう厳しいなんて言ってられないですよね。本当にすごいと思います。あーそうね、ダートか芝かって言ったらダートだね。そうそうね。強いね、強すぎる。きっと多分オシリンさんの卒業公演の当落が出てるのかなと思うんですけども、まあ、当たった方はぜひね一緒に笑顔でね見送れたらなと思いますし、ちょっと外れちゃったよって方はぜひ DMM でご覧ください。はい、当たった方おめでとうございます。私も未だにちょっとあんまり信じられないというか、まあ明日も公演あるし21も公演あるしって、まあ残りあとおしんさんずれるのは3回なんですけど、
ね、ちょっとあまり実感がないというか、そう、実感がございません。今日11月の17といえば、今日は何の日ですか皆さん。今日は何の日でした？そうね。いろんな、まあ、いろんな、そうね、いろんなお祝い事がありますけども、ね、6期生が12周年っていうのもあるし、みつきさんの誕生日でもありますね。大喜利になるんよ今日何の日ってなったらね。みつきさんが X のツイートでチャッカマンの写真を上げてたので、はい、ね、来年が楽しみです。みつきちフェスが第2弾あるかわからないですけども、ちょっとまた呼んでいただけたらなと思いますね。はい、こんばんは。ね、第2弾はメンバーが歌えたらいいね。メンバーはちょっと歌えなかったので、うん、一緒に歌えたらいいですね、みつきさんと。なんならまあそこはいろんな問題があるかもしれないですけど、うん、歌いたいですね。そう、私たちちょっと脇役でしたので、まあ、もちろんね、みつきさんがメインなので当たり前なんですけども、目立ってで、やっぱね、アイドルとしてはやっぱ歌いたいっていう、そう。まあ、遠くにいてもやるのであれば、はい、まあ一人で熱唱していただいた方が、まあね、気持ち的にはね、あの、みつきさんの気持ち的にはね、嬉しいんじゃないかと思うんですけどね。でしゃばる、でしゃばっちゃうんよね。おいだでごじゃる、おいだでごじゃるか、チョコだって左利きが出てくるかもしれない。そうね、まあ、次はちょっとみつきさんにね、歌うの踊ってもらわないと困るねっていう話もちょっと入れとこうかな。てかさ、よく覚えてるよね、ファンの人って。みつきさんの好きな曲よく覚えてるよね。ハングリーライオンもそうだけど、こんばんは。ね、すごいね。まあね、みつきさんほど大人気ですからね、すごい。みつきさんなんか写真撮る回もあったみたいなあったと思うんですけどね、すごくファンの人がいっぱい並んでくれた後、みつきさんも喜んでおりました。はい、ね、すごい。なんかグッズもね、みつきちフェスのグッズも速乾で、ありがたいことに、はい、もう私も今ね、みつきちフェスの T シャツを着てるんですけども、実は実は言うと着てるんですけども、今ね、まあほぼね、部屋着にしてます。はい、部屋着、これはもう
そう、密かにお祝いしてるんだよ、ちゃんと。これ着てね、X に送ればよかったな、みつきさんに。意識高いっていうね。今からはちょっとあれですけど、はい、ね、そう、そんくらいちょっと、はい、ね、お祝いしてるのに、お祝いしてるのに、なんでケーキが持ってこないんだろうか。こんなに偶然じゃないですよ。はい、もう常に常に来てます、これ、ほぼ常に。足しびれるとかじゃないです、これ。ただちょっと体勢が辛くなったので変えただけです。まだしびれタイムは来てないですね。もうそれ来そうですけど、はい、もうそれ来そう。ね、しびれるよこれは、ね、今日も正確なんよ。そろそろ来るね、もうそろそろ15分経つ、もしかして。私だけこんなさ、足しびれるの。みんなだよね、みんなしびれるよね。ね、でも結構私その、なんか書道とかしてたから、なんか常に正座はしてたんですよ。けどなんでだろうね。ちっちゃい頃から常に書道はしてたので正座してたんですけど、なんでだろうね。だから足短いんかな。そんなことない。そんなことない。あ、体重が重くなったから。なるほどね。おいおいおいって、ありがとうございます。そんなことない、ありがとうございます。ね、でもなんか星座って関係するのかなって思っちゃう。やっぱり成長期の時に星座してたら足短くなるかもしれないって思っちゃうんですけど、そんなことはない。やっぱそうだよね、星座は足に良くないよね。ね、まあまあまあ。体硬いとなりやすい、どっちだどっちだ。まあそうね、年のせいかな。年のせいだと思っとこう。確かに若い時はね、血の巡りが良かったのかも。お、出ました、ありがとうございます。970です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あと1ヶ月。うん、来月には1000日行くのかな。すごいね、ありがとうございます。え、ちょうどシャッフル公演の日になるの、まさかの。多分そんな余裕ないかも、シャッフル公演の日は。余裕ないかもしれん。そう、
まあでもちょっと日にちずれるかもしれないし、その日にあるかもしれないし、わからないですけど、17ですよね。まあずれるかやれないかの二択だと思うんですけど、よろしくお願いします。最初は愛牧です。愛牧やって、はい、声出しです。でもさ、なんかあ、もうそろそろ時間、わかりました、ありがとうございます皆さん。ということで皆さん今日もありがとうございました。明日は公演です。よろしくお願いします。みんなおやすみ。ありがとう。